ず私たちが私今の3年生が1年生の11月の時ぐらいにみんなで本屋に行って、で経済学やそういうなんか今の話題になっていることを探して、それでノーベル経済学賞に注目した結果、行動経済学というものが注目されていて、謎のミックスっていう本があったんですけど、その本がすごく面白くて、それをいろんな人に知ってもらいたいなって思ったことがきっかけで行動経済学というテーマになりました。と私はと結構お家が近くて、回覧板にあの学校のプリントみたいな、なんか油性っていうプリントが回覧板で回ってきた時に山頂のその活躍が出てて、それを親に見せてもらったことがきっかけで興味を持ちました。なんか先輩たちがすごく楽しそうに部活をしてて、それがすごくいいなって思って入りました。本当に毎日が充実してて、なんかもうみんななんかすごくいい人たちに恵まれたし、いい仲間に出会えたなって思います。すごくいっぱいあるんですけど、やっぱり部員全員がなんか同じ目標に向かって取り組んでるってことが一番かなって思います。全国3連覇です。